はい、皆さんこんにちは。ファミツアップスターズターザーの大蔵です。そして早坂です。はい、よろしくお願いします。ということで今日はサモンズボード、はい、まだね、ルローの検診コラボ中なんで、やったぜ。はい、今日はパート2ということで、はい、あのまあガチャのね、ピックアップがまた検診に変わったんで、うん、それもちょっと聞いていこうかなと、はい、思っております。我々持ってないよね、検診は。持ってないです。俺運いいから、マジ一発出ると思うんだよね。おろろろろろ謎の自信があるね。いや、ほんとに、ほんとに一発出ます、これ。頼むよ。でもね、知ってんすよ、サモンズボードはね、出る。ね、ほらほらほら、え、二つも光ったけど、ほら嘘ですよね、そんな。あら、結構正十郎じゃねえか。そうですか、マジでこっちの方が薄いでしょ、だって。いや、薄い薄い薄いなるほどね、海良すぎて逆にみたいな。うん、出るんだよな。いや、ここからですよ。昇格。あ、ほら、本当だ。いや、熱いよ。あれが検診です。熱い。あ、ガトツ来た、ガトツ。おー、ガトツ。ガトツって名前じゃない。いや、でももう、まあ、確かに検診は出なかったですけど、うん、検診以外はもう全部出たんで。そういうことか。はい、いや、僕はもうこれ満足です、今回。じゃあ、次俺が、はい、検診を出すんじゃないか。いや、ありがとうございます。はい、さあ、じゃあ私がサグッと引かせていただきます。剣心出ますか。やっぱりね、思い出はやっぱいつも綺麗だけどね。そうですね、弾けるかどうかはちょっと分からないです。もうその曲だけはもう、これ弾けなかったら今夜も相当眠れない。じゃあ行きます。あの、ふんだんに混ぜ込んでいくからね。さあ、頼む、マジで光れよ、光ってくれ。早いんだよ、だから。早いよ。早いな。早いよ。早いな。ちょ、あんだけ ねじ込んだのに。ガトツの手が逆だからじゃないですか。右手が効いてるからしょうがねえだろ。じゃあ、こうやって弾けばいいんだ。はい、これね。そうん。ドゥン。あ、また飛んだ。ドゥン。さあ、不発でしたが。さあ。お、来た、一個一個来た、一個来た。一個来たよ。最後だよ、最後。大事な1個、大事な1個。おう、ガトツ。ガトツ、ガトツ、ここに来た。なんともないとこに来た。さあ、頼む。いや、しかしですよ、いや、俺ら思い伝わったっすよ。伝わったけど、違う方に伝わったっちゃうね。くそー、まあいいや。これで、馬場さんも検診以外は揃ったんじゃないですか。そうだね。おお、まあ、一旦お預けということで、はい、じゃあ早速ね、その前の続きの誠獅子王、獅子王さん、はい、楽しみに行きたいと思います。前はちょっとフルボッコにされちゃいましたからね。はい、貴族生の、そうですね、あの連れにやられましたもんね。はい、俺もね、育ててきた、先週までいなかったアドラグレンド、アドラグレンド3ターンの間 3.5 倍にするという全体なんですね。そう、かなりまあシンプルだけど強いっていうパターンのね、うん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 、ただ俺も正直これ見ても見れば分かるけど、クリアしてないまだ、うんうんうん、なので今日ここでクリアしたいです。はい、やります。はい、希望を。最初からどうしたっけな、俺最初どういうぶち破ろうとしてたっけな。いやいやいや、聞けない、そんな。いや、落ち着いてんな、今日は。かっつい、よっしゃー。さあ、で、ほうじ、ここがこの前やられたとこですね。ただ、ほうじは俺もうね、負けないってことが分かった。4ターンあるから、スキル溜まるんだけど、結局、まあ、一応ね、ある程度削らなきゃいけないからね。そうですね。さあ、このスキルが溜まる方が先なんだよな。念には念を入れとくか。念には念を入れた俺の、うん、まあ最初15ターン殴れないですもんね。まあワンパンなんだよね、どっちみち。はい、あ、なるほどなるほど、念、はい、入れましたね。ワンパンです。さあ、ボス戦。さあ、ここよ、ここ。とにかく最初逃げまくんないといけないんだよ。15分、うん、15分、最初の15分を逃げ抜いたら俺の勝ち。これ一回傷させた、スリップあしないんか。ノックバック、ドン。やはり騎士が食らわない。呪いが入ってんのか、これ。呪いのダメージ、お、やべ、一体やられた。ちょ、2人になったら瞬殺されるの、これ。あ、そうなんですね。そうそうそう。これね、結構やばいから。さあ、呪いのダメージも入っていく。あ、てか相手がそもそも毒なのね、実はね。あ、そうなんですね。そうそうそう、毒がだから勝手に食らっていくんだけど、ただ毒だけ倒すのは結構40ターン以上かかるっぽいから、うんうんうん、結構それはきつい。危ねえ、危ねえ、耐えた耐えた、危ねえ危ねえ、あっ、ザー、あら、二人に伝えましたが、これはもう打つしかない。これ打っても取らないんじゃないですか、火以外、確か。いや、どうなんだろうね、ちょっと打つしかない。一回打ってみるしかない、一回打ってみるしかない。
うわ、通んねえ、全然通んねえ。1しか入ってねえよ。ほら、ほら、これなんだよ。あら、こうなってしまうんですよ。もう10ターン経ってる状態っぽいですね。うん、だからそのままいけば、逃げ切れるのでは。おっ、ちょ、本物の範囲一緒みたいな。さあ、どうなる。あ、これ溶けたのかな。これがっぽいな。あ、通ってる通ってる。お、来た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 。こっからよ。やべ、レムちゃん残ってた。しかし、レムちゃんがいない。残ってたらやれたんだけどな。一番やられてはいけない人間がやられてしまったわ。やられちゃった。お、めっちゃ入ってるダメージ。ほら、ダメトランが結構食らってるよ。入ってるよね。結構入ってない。うわ、あ、レムチャンスしかないわ。これなんですよ。さて、もういや、これもうこれやっちゃう。やっちゃう。いや、もうさすがにやれるっしょ。やってる、もういつ。さすがに、うん、硬い。でもあ、結構残ったな。これなんか変なのしてるんな、これ。やだな。右下の血死にますよ。入ってる。あ、入ってるね。あ、てかレムも死ぬのか。だからレムはさすがに避けないとやばいじゃん。ですね。あーし、うわ、マジで一撃で溶ける。さあ、これ 3.5 倍が全員かかっている。あ、どれだけのダメージを与えられることができるか。これちょっと待って、倒すか、やられるか。やられるかだよ。やるか、やられるか。やられねえ、俺は。いけ。あ、来た。ここで気絶。さあ、3ターンのバフがなくなってしまいました。さあ、ここで押し切りたい。このチャンス勝てー、逃さない。あー、危ねえ。ここで打つか。スキップスキップスキップ。おー、来た。スキップ来た。あと1ターン。うーん、ここ耐えればレムちゃんの鉄球で持っていくことができるんじゃないか。結構毒がね、いってますね。もう俺だ、なんか暴力みたいなの上がってない。大丈夫これ。ダメージ向こう出てる。ダメージ向こう。そうだ、でもなんか俺聞いたことある。これなんかギリギリになるとそうなるんだよ、確か。ちょっと待ってくれ。でこれ向こうなんですかね、これ。やりゃ。あ、取っ、いや、向こうですね、ゼロになりますね。どこも取ってない。いやあ、だ、ちょっと待ってくれよ。あはは、ちょっと。いや、これ俺ちょっと、もいや、俺忘れてた。ちょっと無敵になるの。無敵も取れてるのかな、これ。無敵もね、噂には聞いてた。無敵取れてない、取れてないよ。いや、だから一旦、まあ、もうなんとかピャッてやれば。ピャッてやって。なんとかなるのか。いやー、これマジかよ。きつ。いや、もうさすがにレムタン、これ大丈夫でしょ。レムタン行くか。レムタン、さすがにレムニアタン大丈夫、これ。あ、レムニアタンじゃない、レムタンなんでしょ。もう混乱してレミリアったのこれちょっと。あ、何何。いや、そんなことはない。変な声聞こない。斜めのライン危なそうですけどね。うん、いやでもこれ何もしないこない。もうやってくれっていう構えなんだこれ。えい、毒で。おー、おコラボの最難関ボスということで、最後だからね。一筋縄でいけなかったですね。え、これ落ちるか。あ、落ちた。さっき言った時にやっぱ2体になったら来るから、はい、終わっちゃうから、はい、だから結構ね、耐えるにはなんか復活させるスキルとかで復活させたりとかして、うん、でも大場さんも復活させるスキル使ってましたよ。やめろスキルじゃねえよ。スキルじゃねえ、はい、とか使って耐えたりとか、うんうんうん、まあ普通に、まあ、火属性だったら通るわけだから、うん、火属性のパーティーで挑むとかね、うん、そういうやり方があるらしい。火力上げてワンパンみたいな感じ、ね、いうことです。ちょっと我々の力ではちょっとなかなか濃厚にはちょっとまだ至らない。はい、これなんで俺こいつ入れてんのか未だに自分でも謎だもん。フリースルーじゃなくてもいいやろって思う。まあね、まあまあまあ、今水のね、アシス、あのバランスタイプはこいつが、はい、バードさんの、まあ入れ替え候補はね、まあ、多少いた。トヨタマ姫とかね。お、スキル封印。そう、スキル使用不可。そんなにターンも重くないじゃん。うんうんうん、うん、正直。だからどのこの辺とかでスキル封印とかしたりして、なんとか耐えたらもっと簡単に15ターンを耐えれるという。へー。はい、いうことですよね。はい。はい。確かに。なので、ぜひ皆さんはまあ一気に削るか、まあ、耐えてから殴るか、はい、はい、ぜひお試しください。はい。ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。